レッスン1。コインさんに会いたいなぁ。あ、コインさんに会いたいんですか、大体さん。コインさんに会いたいよ。トッケビ見た？いや、見たんすよ。トッケビ面白いんすね。めちゃくちゃ面白い。コインさんに会いたいよ。でも、韓国語もできないんじゃないですか。韓国語か。韓国語難しいのやな。あ、まあ確かに難しいんだけど。どうしたらいいのかが。挨拶ってどうすんのよ。どう、会ったらどう言ったらいいのよ。ああ、まあ韓国語の挨拶は、まあ基本的に、あんにょんはせよがありません。あんにょんはせよ。聞いたことある。あんにょんはせよ。あんにょんはせよ。あんにょんはせよ。うん。合ってます、合ってます。うん。おー、あんにょんはせよ。あんにょんはせよ。でもね、こんな、そう、友達同士だったら、うん。アンニョンアセヨよりは、ちょっと略して、アンニョンとかで言いますね。あ、略すんだ。アンニョン。そうそうそう。そうそうそう。アンニョン。アンニョン。アンニョン。こんな感じ？いつまである？あ、そんな感じです。確かに確かに。うん。アンニョン？アンニョン。ね。え、アンニョンはさ、じゃあ、こんにちははなんて言うの？あ、こんにちはもアンニョンですよ、うん。え、こんにちはもアンニョンなの？そうなんです。おはようも、こんにちはも、こんばんはも。うん、しかもね、アンニョン。うん。もうバイバイとかね、さよならみたいな感じの、別れるときにも、そう。うん、アンニョンって言いますし。アンニョンって言うの？そうなんです、そうなんです。あ、めっちゃ便利じゃん。まあね。まあ、日本語とかね、英語だったらね、分かれてるんやから。うん。韓国語は一緒なんだ。全部一緒です。まあ、アンニョンという言葉だけなんだけど。アンニョン。オッケー。そうそう、アンニョン。さあ、なんか、アンニョンを覚えたから、アンニョンでなんか挨拶したいね。ああ、まあ、そんな気分になったってことっすよね。そうそうそう、なんか、誰か友達いないかな。あ、ここら辺の人たちは。あ、ちょっとじゃあ、一応、見せてみて、教えて。一体どういう風にやるか教えて。わかりました。あ、アンニョン。アンニョン。アンニョン。なんかみんな怖がってるけど大丈夫？ああ、まあ普通にいきなり話しかけたんやから変な人だと思っているかもしれない。うん、OK。そういう時はアンニョンっていうよりかはアンニョンハセヨの方がいいの？ああ、いいっちゃいい。もう一回見せてください。もう一回完璧に変な人になっちゃう。 OK。 あんにょんはせよー。あんにょんはせよー。あんにょんはせよー。おお、じゃあやっていい、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 やって逆にやって。あんにょんはせよー。あんにょんはせよー。通じてない通じ、え、あれ、二人には通じたけどいっちゃんには通じてない。あんにょんはせ、あ、え、あんにょん、あんにょんには通じて、あんにょんはせよー。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 ちょっと略したバージョンやっていい？全部やって、全部やって。 OK。 アンニョン。
안녕. 안녕. 안녕って便利だね。何でも使える。あ、そうなんですね。朝も昼も夜も、まあ、英語とか日本語とかに比べたら確かに楽っちゃ楽ですね。あ、でもちょっと、うん、まあ、会う時のアンニョンと、あの、別れる時のアンニョンは、あの、差があるんですよ、実際は。え、差があるの？アンニョンではないの？同じアンニョンではないんだ。あ、そうなんですよ。あの、アンニョンというもの自体が、あの、略したバージョンなんで、まあ、朝のアンニョンだったら、アンニョンアセヨの略したバージョンで、夜のアンニョンは、アンニョンイケセヨとアンニョンイカセヨの略したバージョンですよね。え、アンニョンヒケセヨとアンニョンヒカセヨがあるの？あ、そうなんですよ。これはどう違うの？あ、アンニョンイケセヨは、あの、残る側のセリフで、アンニョンイカセヨは、あの、こう出ていく人がの側の、あの、セリフですよ。じゃあ普通はそれを短くしてアンニョンってなってるってことだ。ああ、そうなんです。だから短くなってアンニョンになったのが朝でも使うし夜でも、まあ、別れる時も使う感じですね、普通に。なるほどなるほど。안녕하세요안녕하세요안녕하나둘셋안녕안녕